こんにちは、キューブです。今回はですね、これまでにもチャンネルキューブで何度かお送りしてきたアシッドレインシリーズの最新作です。というわけでレビューしていくのはこちら、これとそれからこれですね。今回お送りするこちらはですね、一応前回までの動画でお見せしたことがあるものの、色違い武装違いといった種類のものなんですが、まあアシッドレインシリーズはミリタリー玩具ということで数はあればあっただけいいですからね。というわけで今回お送りするのはこちら、 B25 アシッドレインシリーズより R711 ローレル LA3R、 そして K6 ジャングルスピーダー M1K です。ではまずこちら、 K6 ジャングルスピーダー M1K の方から。こちらのスピーダー M1 というのはもうこのシリーズでお見せするの3回目ですね。なので動画全部見ていらっしゃる方はとうにご存知だとは思いますが、今回 K6 ジャングルチームに対してのカラーリングで発売となりました。では開けていきましょう。このコンパクトなケースの中に兵士とマシンが両方入っているの、プレイセット的な充実感があっていいですよね。パッケージから取り出すとこんな感じ。はい、中身を取り出して並べるとこんな感じ。スピーダー M1K 本体と、それから兵士フィギュアが1つ、こちらは共通規格のものですね。それにピストルが1丁。この取り合わせはですね、このアシッドレインのシリーズの動画の一番最初にご紹介した711系の青いスピーダー M1、 あれのボックスと基本同じセットですね。ただ細かいところに少し仕様の違いはありますね。まずこちらボックス、当時の711系のボックスはここにこの二次元コードがなくて本当に説明書なしだったんですけど、今回は説明書がオンラインで付属します。そしてですね、この兵士フィギュア、これまあ一見すると違いが分かりづらいんですが、この頭部、この形状の頭部は多分初めてなんじゃないかと思いますね。こういうガスマスク風の目が丸くなっていて2つついている、こういうニュアンスの頭部はこれまでもあったんですけど、完全にこの形の頭部というのは今回初なんじゃないかと思います。ではまずフィギュアの方の見た目を確認していくことにしましょう。全体の見た目はこんな感じ。ボディの首から下の部分に関してはこれまでにご紹介したことがあるものとちょっと色が違うという程度ですね。ですが頭部の造形に関しては完全に新しく改められています。こういう風にガスマスク状の顔に目に丸いゴーグルのようなものが2つはまっている、このニュアンスの顔はあったんですが、上の被り物の部分ですね、前にこういう四角い鉢金のようなものが当たっていて、この形状のガスマスク顔というのはおそらく初めてなんじゃないかと思います。例によって関節は大きさに反して非常に柔軟につけられていて、ぐりぐり動かすことができますね。手首まで回すことができるほか、胴体にも前後屈伸回転、それから足も非常に柔軟に動かすことができます。この素体の可動に関しては以前のアシッドレインの動画で結構詳しくお見せしたことがあるので、今回は省略しますが、そちらの動画気になる方はご覧ください。上のカードや下の動画説明欄にリンクを貼っておきます。そして例によってこのピストルパーツ、これも過去に何度もついてきたことがあるものですが、これをこういう風に手に握らせることができます。ではメインのスピーダーマーク1の方を見ていきましょう。こちらはですね、まあ過去に2度お見せしたことがあるもののジャングルチームカラーということですね。過去にお見せしたスピーダーをちょっと並べてみることにしましょう。こちらがまず一番最初にお見せした711のタイプの青いスピーダーマーク1ですね。そして次がこちらサンドカラーのスピーダーマーク1、最後がこちらですね。基本的にミリタリー玩具っていうのはやっぱりこういう砂地用迷彩みたいなカラーとミリタリーグリーンとも呼ばれるこういう感じのカラーが一番それっぽいので、このカラーのスピーダーマーク1待ってたっていう方結構いらっしゃるんじゃないですかね。それとですね、今回のスピーダーマーク1はこういった前のカラーと比べて、ここご覧ください。ライトからシャーシのフレームに関してがゴールドに塗られていて、金属パーツみたいな感じが出ていて、これがなかなか高級感があっていいですね。ではコクピットを開けて、例によって今回も付属の兵士を乗り込ませてみましょう。はい、乗り込ませてみました。こんな感じですね。スピーダーマーク1はこういう風に握らせる箇所が2箇所あるので、片方にピストルを持たせて手を伸ばしたままでも座席に固定することができます。スピーダーマーク1はですね、横から見てみると分かるんですが、兵士の可動が結構いろいろなところで複雑に曲がらないと乗れないという形をしているので、この形の座席にこの大きさのフィギュアがきちんと乗れるというのは可動箇所がいかに柔軟かっていうことが分かりますね。ではもう3回目になりますが、変形させていくことにしましょう。後ろの固定を外して、まず下へサイドを下ろします。そうしたらこの部分をこういう風に開きながら逆関節のように下へ出して、
この部分を展開してかかとの位置へ持ってきます。反対側も同様ですね。結構この回転軸の回転の部分の硬さを固めに調整してあるので、一番最初は割と両手で持って丁寧に動かした方がいいと思います。今割と冬場で乾燥している上に温度が低かったりするので、もしかすると乱暴に扱うと折れたり割れたりすることがあるかもしれません。はい、直立形態が完成しました。このスピーダーマーク1の直立形態は SF とミリタリーがうまい具合に同居していてすごいいいですよね。これはもう本当にいくつあってもいいんじゃないかっていう感じです。3色のスピーダーマーク1を全てスタンドモードにして並べてみるとこんな感じ。真ん中のサンドカラーはセットに入っているもので単独で買えない上に、こちらの R711 の方は、まあ単品では買えるんですけど、ちょっとミリタリーっぽくないカラーリングで、しかも発売から時間が経っているので、ちょっと手に入りにくかったりする部分もあるんですよね。なので今回の Wave2B のこのジャングルカラーのスピーダーマーク1は、一番最初に買うアシッドレインのアイテムとして、非常にコンパクトで価格も低くてすごいいいんじゃないかと思うので、アシッドレイン興味あるけどどれから買おうかなっていう方は、これ買ってみるといいんじゃないかと思いますね。おすすめです。では次にこちら大きい方の箱 R711 ローレル LA3R の方を見ていきましょう。パッケージの全体の見た目はこんな感じ。こちらはですね、前回の動画でお見せしたローレルの色違いとちょっとした仕様違いといった感じですね。では早速開けていきましょう。中身を取り出して並べるとこんな感じ。基本説明書は今回もパッケージの裏側の二次元コードを読み取ることでオンラインで参照するということになっています。そしてこちらがローレル本体。これはですね、前回お見せしたローレルとちょっとだけ仕様が違うんですが、それがどこなのかは後でご説明します。そして兵士のフィギュア、この兵士フィギュアは前回と同じ形状ですね。この形の頭部はですね、ここに乗り込ませた時に上のバイザーと形状がフィットしていて非常にいいんですよね。そして残りは武装パーツですね。まず歩兵用のピストルが1つと肩につけるキャノンが1つ、この肩のキャノンのベルト断層のような形で取り付けるパーツが1つ、これは軟質で曲げることができるようになっています。そしてこちら、この大型の火器、これは今回のものにしかついてこないものですね。これは何なんでしょうかね。グレネードランチャー的なものなんでしょうか。まあこういったものがついてきます。そしてあと2つのこちらのパーツは共通ジョイントの規格が違う2つをそれぞれ入れ替えるアダプターのパーツですね。では前回のローレルでもやったんですが、パーツを組み上げていきましょう。まずこのベルト断層のようなパーツのベルトの先端、ここに引っ掛けるようなフックがついているので、これをですね、肩に取り付けるキャノンの後ろ側のパーツの溝に取り付けます。そうしたらもう一方のキャノンのバレル側の方をベルトを取り付けたままでこういう風に接続、これで肩に取り付けるキャノンは完成ですね。ではキャノンを取り付けていきましょう。これちょっと取り付け方が独特なんで、前回もお見せしたんですが、もう一度やってみましょう。まず肩に取り付けてキャノンを前へ向けて、これで肩への取り付け自体は完了なんですが、ベルト断層がですね、こういう風に曲げて大きく巻くような形にして、足のすぐ上のこの穴に断層の一番下を取り付け、ご覧ください。前から見るとこういう風に断層をかなり大きく巻いたような形になります。これで肩のキャノンの取り付けは完了ですね。ではここから先、前回のローレルではどうなっていたかというとですね、こちら前回のサンドカラーのローレルを出してみたんですが、違いお分かりになるでしょうか。そうなんです、こちらのローレルはですね、マニピュレーターになっているのはこちら片方だけ、右腕だけなんですよね。左腕は全体がこういう風に武器になっていたので、武器が付属していたというよりは最初から装備した状態になっていました。ですが今回の711カラーのローレルに関してはご覧ください、両手ともマニピュレーターになっています。先ほどの武器を握らせるということですね。今回のものだけについているこちらの武器、ちょっとグリップが意外なところについていて、なんというかショットガン的な持ち手というんですかね。これだけ前にトップヘビーになっている武器を後ろからこういう風にちょうどハチェットのグリップのような感じで持つことになっています。そして上にこういったものがついているので、両手持ちさせるのがどうも標準みたいですね。では持たせてみましょう。持たせ方に関してはですね、ただ単に差し込むだけではなく、ローレルの腕はこういう風に指が稼働するようになっていて、このグリップの後ろ側にスリットがありますが、それをここに差し込む感じですね。差し込んでから指を当てるという、まあ言ってみればマスターピース持ちのちょっと極端な形といった感じ。そうしたらもう片方の指も開いて、この上のグリップに取り付けます。この上のグリップもですね、ご覧ください、真ん中の棒にこういう風に溝があるので、手の溝をこれにはめる形になりますね。
はい、手持ちの武器を両手ともグリップに固定して両手持ちで握らせてみるとこんな感じ。結構大型の派手めの武器であることがわかりますね。上にかけている方の手はもしかすると逆手の方がリアルかもしれないですけど、ちょっとですね、指が巻いた状態で固定されているので、このバーの下へくぐらせるのが難しいですね。やればできるかもしれないですけど、まあパーツに負担をかける必要もないと思ったので、こういう風に順手で握らせています。さて、そうしたらパイロットの乗り込みというか、まあ順序的にはこういう風に前に武器がついてしまう前にここを開くべきでしたね。ですが結構低い位置に構えさせれば、構えた状態のままでもコクピットハッチを開くことができます。こういう風にガバッと大きく開くようになっていて、はい、こんな感じで乗り込ませることになりますね。ストロングホールドとかと比べてコクピットのスペースがちょっとタイトなので、割と座らせるの苦労する感じではあるんですが、まあちゃんと関節を曲げてやれば座れます。ちなみにただ単に座席に体を沿わせることができるだけということではなくて、ちゃんと操縦桿をグリップすることができるようになっていて、手首でちゃんと操縦桿を握った操縦姿勢で乗せることができますね。これ結構凝っていますね。そして上のバイザーを閉めると、まあ、頭の位置がちょっと調整が必要なんですが、こんな感じで上のバイザーと一体化したような感じに見えるようになって、この頭の形すごいこのローレルにフィットしてるんですよね。そして最後に前のハッチを閉めれば、これで晴れて完成、ローレルですね。立たせてみるとこんな感じ。基本的にローレルは手足は短いんですが、関節は割と柔軟につけられていて、可動に関しては前回の動画で詳しくお見せしましたので、そちらをご覧ください。ただですね、1点だけご紹介しておくと、ご覧ください。こういう風に足短いんですが、足首に非常に深く左右角がつくようになっているので、かなり大きくハの字立ちさせても足の裏がちゃんと水平にフィットします。前回のサンドカラーのサンドローレルと並べてみるとこんな感じ。色が違うだけでなく、武装とか手の形とかいろいろ変えられているので、思った以上に違うイメージになっていますね。というかですね、サンドカラーで見ていた時にはあんまり気がつかなかったんですけど、今回こういう感じで全く違うダークブルーに塗られてみて、これでちょっと気がついたんですが、肩についているこの武装の形と色、それからこの全身のブルー、それにこの肩にある丸いディティールの内側にちょっとだけオレンジが入っているこの感じ、全体のシルエットなんかももしかすると近いかもしれないですね。どことなくですね、ガンダムのモビルスーツのケンプファーみたいな存在感がこちらはあるかもしれませんね。そして今回新しく加わったこのローレルが711カラーだったということで、ご覧ください。こういう感じでこの711のチームとサンドチーム両方がローレルプラススピーダーマーク1というツーマンセルを組めるようになりました。こういう感じで並べられるのがミリタリー玩具の醍醐味ですよね。基本アシッドレインシリーズはミリタリー的なカラーリングが強くありながらもビークルは変形するっていうところが味わいなんですけど、このローレルに関しては変形はありません。ないんですが、まあ一番標準的なパワードスーツというか作業スーツみたいな感じで、このローレルのなんというか若干ローテクな感じたまらないっていう方も結構いるんじゃないですかね。自分もですね、まあ変形してくれればより良かったなとは思いつつも、こういった多くのことができないローテクな感じだからこそ出る雰囲気ってあるなというのはわかるので、これはこれで非常に味があっていいと思います。いや、でもやっぱりこういう風に数並んだ時に急に説得力が増すというか、世界観が築かれたなっていう感じになるのは本当にミリタリー玩具ならではですね。ヒーロー系のロボットってやっぱり単品で立たせたりする時にグッと入るっていう感じはあるものの、数用意したことで存在感が変わるみたいなことってあんまりないんですけど、こういった感じのミリタリー色の強いものは単品で見るよりやっぱり数並べてみて初めて本来の魅力がわかるっていう感じですね。では最後にこのアダプターパーツを使ってパッケージ写真にあるパーツの組み替えをちょっとやってみることにしましょう。先ほどもちょっと触れたんですが、このアシッドレインシリーズは全てこういった関節が外せる共通規格になっていて、例えばこのローレルに関してもこういう風に引き抜くことができます。これを横から見てみるとわかるんですが、この大きさのジョイントとこの大きさのジョイント、2つのジョイントがあって、どちらも2種類の共通規格になっているんですが、この大きさのジョイントにこの大きさのものを取り付けたりする、そういう入れ替えのためにこのアダプターパーツがあるということですね。ローレルから左右両方の腕を取り外して、腕のこのジョイント部分にこういったアダプターを取り付けます。反対側も取り付け、そうしたらですね、ここに開いている穴、これにアダプターの反対側をつけることで、ご覧ください、こんな感じで腕が存在しなかったスピーダーマーク1に腕をつけて簡易ガオークのような形に仕上げることができます。
こういった感じの付け替え組み替えが多彩にできたりすることが今回のこの B25 版のアシッドレインの大きな魅力の一つですね。ちなみにちょっぴりバランスは極端になるんですが、こういう風に足の付け根関節のサイドの部分に腕をつけるようにすれば、こんな感じで腕がついた状態のままでビークルモードに戻したりすることもできますね。こういったところを考えたりするのもカスタムの楽しみの一つですよね。ポーズをつけるとこんな感じ。以上、香港のメーカー B25 よりアシッドレインシリーズウェーブ 2B R711 ローレル LA3R K6 ジャングルスピーダーマーク1系のレビューいかがだったでしょうか。いや今回も安定のクオリティでしたね。というかこういう感じでそれぞれのチームごとの色違いが各機種に登場してくることによって、そのチームのカラーリングだけで結構多彩なセットが作れるようになってきて、やっぱりミリタリー系の玩具は数が揃ってくると途端に沼ですね。そしてこのアシッドレインというシリーズにはですね、ビッグニュースが2つあります。まず1つ目、これまでこのアシッドレインのシリーズは B25 さんのホームページを使って海外から並行輸入という形で買うしかなかったんですが、この度ついに代理店を通して国内で正規に流通することになりました。もちろん全て日本語の取扱説明書が読めるようになる上に、世界観に関する日本語の説明もどうやらつくみたいですね。いやこれは楽しみですね。こういったミリタリー系の玩具は数揃えることっていうのが非常に大事になってくるんで、全部やっぱり並行輸入だとなかなか数揃えるのは厳しかったと思うんですけど、並行輸入で国内で取り扱われるようになればその敷居が一段下がりますからね。そして2つ目のビッグニュースは、このアシッドレインシリーズの新たな新製品が数多く発表されました。その中にはですね、このローレルぐらいの大きさのビークルをコアにして乗り込むような非常に大型の変形商品みたいなものもあったりしましたね。それから自分がこのアシッドレイン系の動画で再三言っているストロングホールドの前につながるチャペルという牽引車、これもついに色のついた原型が発表されて発売される運びになるようですね。いやこのアシッドレインシリーズは今後ますます目が離せなくなりそうなので、これからも追いかけていきたいと思います。では次の動画でお会いしましょう。キューブでした。楽しんでいただけたでしょうか。チャンネル登録はこのすぐ下にあるボタンから、スマートフォンやタブレットでご覧の方は動画の下の赤い登録ボタンから登録できます。よろしくお願いします。さて今回のアシッドレインのニューアイテムのレビューいかがだったでしょうか。ですね、これ前の動画でも言ったことがあるんですが、アシッドレインというシリーズは今回の B25 が初めてではなくて、前にオリトイというメーカーから出ていたことがありました。その時は現在よりも全然サイズが大きかったので、今出ているリニューアルシリーズはサイズがだいぶ縮んでいるということになるんですが、これ自分はですね、最初にそのことを知った時、迫力がちょっと劣った感じになるんじゃないかっていう風に勝手に想像したりしたんですが、実際はですね、縮んだことによって細かいものをずらーっと数並べるみたいな別の楽しみがぐっと広がっていて、これはこれで負けず劣らずの素晴らしいシリーズでしたね。というわけで今回は皆さんに伺ってみたいと思います。皆さんは大きさが小さいものをずらーっと数揃えるみたいな、そういう意味での小さいものコレクション沼みたいになっているアイテムって身近に何かあるでしょうか。ぜひ下のコメントで教えていただけると嬉しいです。これは多分いろんなジャンルで沼になっている方がいらっしゃるような気がしますね。ミリタリーものだと小さい戦車とか、あるいは700分の1とかのウォーターラインシリーズって言われる艦船模型とか、あとはこれも広い意味でいくとミリタリーものに含まれるかもしれないですけど、デスクトップアーミー、これも数揃えていくとなかなかに沼ですよね。デスクトップアーミーは自分レビューなんかでかなり多数触ったんでわかるんですけど、あれはですね、1個の完成度をめでるっていう愛し方もあるんですけど、細かいデスクトップアーミーをずらっと並べるっていう楽しみもまた別ベクトルとしてあって、あれはですね、なかなかに沼ですね。あとはミリタリー以外のものでもベアブリックとかを揃えている方とかもえらいことになってるんじゃないかと思いますね。まあ結構他にもいろいろあると思いますけど、自分はというとですね、最近そういう小さいものをずらっと並べるものとして一番ハマっているのは、もうなんといってもダイアクロンですね。
ダイアクロン単位、皆さんもう新しいリニューアルのダイアクロン単位手にされている方多いんじゃないかと思いますけど、あれ小さいのに本当によくできていて、しかも足に磁石が仕込まれていてどこにでも立たせることができますし、あれはですね、数揃え始めると本当にもう揃えたことによって初めて成立する遊びっていうのがどんどん出てきて本当に止まらなくなりますね。ダイアクロン単位って価格的にはあんまりお安くはないので数揃えるの割と大変だったりするんですけど、それでも買って増やしてみたくなるなって思えるような、そういう魅力がありますね。皆さんは何かそういう1個2個持っていて満足するという感じじゃなく、長い時間をかけてずらーっと小さいものをコレクションしているみたいな、そういうタイプのおもちゃ何か身近にあるでしょうか。ご意見お待ちしています。